社先生に対して、はいはい、裁判を起こしたいという方がいらっしゃいまして町のみんなが見に来るってことはそれ相応のエンターテインメントを提供する必要があるということでもあるわけだ。まあその訴えたい内容等もその証拠映像に含めております。あ、叩いてる。いや、手の位置を見てください。透かしていますよね。あ、実はですね、真っ白先生に対して、はいはい、裁判を起こしたいという方がいらっしゃいましてわかるよ、もうあいつ本当にする気か。わかるよと、ちなみに誰だと。タラちゃんね。あ、タラちゃんですね、はい。クズシロにしっかりと、ちょっと僕もまだね、実際に裁判になるかどうかわからないので確認はしてないんですけれども、はいはい、証拠映像を送ってくだされりまして、はい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 。まあ、真城先生が示談の方向で進めたいのか、あるいは裁判もうやってやるよっていうのか、その確認ですね。なるほど。はい。今から敗北者2人判定します。いや、ちょっと今回はですね、まあ一旦ちょっとその、まあ本人と直接、まあその崩代さんをね、挟んででもいいんで、ちょっとまあ一度話のすり合わせをしてから、それでまあちょっとことを収めれるかどうかね、ちょっと判断するってことは可能ですか？もちろん可能ですよ。はい。絶対場所をセッティングしてもらって。そうですね。ちょっと今いるかどうかだけ確認しますね。はい。絶対ね、何の件かまだ分かりませんからね。ちょっとこちらとしては。起きてないみたいですね、タラちゃん。じゃあ、まあ、タラちゃんと真城先生と僕の3人で、一旦直接お話をした上で、示談の方向にするか、裁判にするかというところで。そうですね。もしもそれで、まあ話がまとまらなかった場合は裁判ですかね。承知しました。もしもし。はいはい、どうも、タラちゃんです。はい、折り返しありがとうございます。ティーラちゃん。ん、一体今どこにいるんだ。ヘズオさんの声聞こえたが、どこにいるかって聞いてるんだ俺は。哲夫さんの声聞こえたが、どこにいるんだ。もう時間がないだろ、もったいぶらずに早く行ってくれ。おーいすまない、今なちょっとなんかすごいなんかブサイクなやつに殴られてな、ちょっとごめんな、ちょっと叫んでしまった、ごめんな、ちょっとなんかクソ陰キャブサイクなやつに殴られちゃって、ごめんな、ちょっとごめん、こいついる、ごめん、なんかちょっとクソ陰キャブサイクなんかちょっとなんかスライディングしてきた、ごめん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 。まあ生きるのが辛いんだろうな彼は、きっと多分な。ほんまゆるさん、ほんまゆるさん、まあまあ本題に入る、本題に、ええ、本題に入りましょうか。うん、まあ一度な話は聞いてると思うんだが、とにかくちょっと俺たちは話し合いをしなきゃいけないと思うんだが、中立人を立てて、その上でこの話が一旦示談になるのか、それとも裁判に発展するのかの話をな、一度しなければならないんだ。やれやれ、真城先生。私は示談じゃなくても全くいいのですが、真城先生どうやら一旦話し合いをして裁判を避けたいように感じますね。おい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 、分かってるのか、タラちゃん。裁判ということはだな、町のみんなが見に来ることができるということだ。つまり町のみんなが見に来るってことは、それ相応のエンターテインメントを提供する必要があるということでもあるわけだ。まあ俺たちの裁判は裁判としてな、まあ判決を下すことも大事だが、その前にエンターテインメント制度もな、問われるわけだ俺たちは。なるほど。まあその上で一旦問題のそのな、証拠だか動画だかちょっとよくわかんないが、ええ、ふざけたものを一回見た上で、その上でまあ判断しようというわけだ。まあもしもそのな、動画がな、もしもな、ええ、まあわかりやすく言うとエンターテインメントの性に問われて、まあ飛んでいた場合は、テイメントでしょ、ないらんな、どっから湧いてると、おい、なんやねんな、ぐちぐち言うんじゃない。俺ではとにかく話し合う必要があるんだ。俺たちはまずは3人で、まあなんかもうお前みたいな、そんな IQ が100も違う人間とな、まともな会話ができると思ってはいないから俺は。だからこそ中間が必要だよ。いいか、 IQ は少し違っただけで会話成立しない。俺たちは100も違う、いいか、絶対
いいか、100も違うの、俺たち IQ が。許されん、許さない。だからこそやはり一回仲介に挟む必要があるんだが、その会話をだ、ああ一体いつするかと決めたいんだ。いつするか。私は今日でも一向に構わん。今日の場合3時以降になるが、お前は起きてくるのか。まあいいでしょう、起きますよ。おお、じゃあまあくずしろに連絡して、くずしろも OK と言ったら3時以降だな。そうしましょう。わかった、じゃあまた会おう。わかりました、楽しみにしていますよ。あ、行きます。タラちゃんなんだ、いたのか、言ってくれよ。あのな、お前電話横にいるんだったら、お前電話する必要ないだろ、わかるだろ、お前アホか、ほんとにお前もう。もう本当に、アホって言った、もう用事あるからね、俺は。またね、まったくもう。電話の意味知ってる。じゃあこちらにお座りいただいて。はい、はいはいはい。タラちゃんどうされますか。3人でその証拠映像確認しますか。あ、確認したいです。じゃあ、まあ、ちょっと今回あのその前に、まあ、概要の方を簡単にね、くずしろさんからちょっとお伝えしてもらうというか、進行役をお願いしてもらっていいですか。はい、かしこまりました。では、タラちゃんからですね、先日、まあ、裁判をしたいというお話がございまして、うんうん、で、まあ、そのお相手が真代先生であると。で、今回映像証拠を使いたいというところで、映像証拠を提出していただきました。うんうん、で、実際の事件、その何を訴えたいのかというのは、タラちゃんからお話しいただいた方がいいと思うので、タラちゃん、なるほど、お願いします。わかりました。まあその訴えたい内容等もその証拠映像に含めております。なるほど、これ今映ってんの。映ってます。2024年9月15日。だこれ。本日私タラちゃんは救急隊のライドウ真代先生に囚人監視のもと無ごったらしい拷問を受けたことを証拠映像とともに報告いたします。子供の部屋やん、これ。一旦は私が数多の女性からモテていることに対する嫉妬で、赤ちゃんのベッドにいるやんこいつ。今までアプローチされてきた女性を挙げさせていただきますと。え、何これ、好きができたから自分語りしてるの。違います、何を言ってるんですか。松竹梅さん、何を言ってるんですか。ちゃんと聞いてください。田中さん、年上専門やん。藤子から必要なアプローチを受け、その見張るの何か藤子さん流してまいりました。しかし付け足すな、一個だけ。ライドウ先生から嫉妬に富んだ専門の眼差しで見られ、いつしかその炎は彼自身で制御しきれなくなっていたのかもしれません。裁判所にテレビ置いてもらって流してもいいな。先日の瞑想前にダウンした私は起きてすぐ救急隊さんに助けを求めました。そこに現れたのがライドウ先生でした。彼は現場に到着し、私を見るや否やプップスと煽り散らし、挙句車椅子に拘束し、身動きが取れない私に対して永久にほっぺペンペンの拷問を仕掛けてきたのです。どうかおやめくださいまし、どうかおやめくださいまし。時代劇か。懇願してもなおその強行は続き、彼を止めることは最後まで叶いませんでした。今はそのことが怖くて怖くて、ああかわいそう。言ってることもできず、出てるやん。食べ物も喉を通りません。だから赤ちゃんベッドに帰っちゃったんだ。なるわ。まあまあ言ってるんや今ここで。じゃあ非常にショッキングなものになりますが、どうかこの現実を皆様で目撃していただけますと幸いです。それではご覧ください。私を煽ろうとしてもそんなも無理だからね。かかってこいってもう動かない。動かない。かわいそう。あっ
いや、手の位置を見てください。透かしていますよね。本当だ、よく見ると今当たってましたか？よく見てください、よく見てください、今当たってましたか？今当たってましたか？ひどいひどい、ほら見ろ、今当たってましたか？確定勝訴、いやいやいや、今確定勝訴です、これ勝ちました、今勝ちです、今勝ちです。全くひどいオーバー演技ですね、まるでスポーツマンシップのかけらもない。見ててください、見ててください、これこっからこの男の本性が垣間見えます。本当に、まあ、テレビ番組でアナウンスやん。忘れてるようだな、このおではな、オーバーリアクションが過ぎるぜ、真っ白。今私はこの状態を実はちょっと前から録画させていただいてるぜ。これを持って証拠を提出し、タイミングよく立つなよ。私はこの証拠を持って絶対新しい。以上、告白いただけました。無線に一人しか入ってないやん。うせ、こいつ殺す。こちらを生徒なら通るんだったら無線抜けないよ。として制裁いただき、真っ当な採決の一助とさせていただきますと。さよいです。赤ちゃん部屋だのいいな、マジで。天下無敵のタラちゃんですか。みんなほらーね。あー、なるほど、証拠映像確認させていただきました。これいかがですか、くずしろさん。いや、くずしろさんは中立ですから、まだこの場ではね。はい、まあこの場では今の現状で証拠映像として足りえるか、はい、いかがですか。あ、まあ、証拠映像としては、まあ、若干手が加えられていた部分はありましたけれども、まあ、大丈夫かなとは思いますよ。